明確な症状が出た時、私は日本三大秘境の祖谷渓付近にいました。夏休みの旅行1日目、寝台列車に乗る時間を含めれば2日目だったのです。大自然の中をドライブし、緑の景色ばかり見ていました。ふと視界に黒く曇って見える部分があることに気づきました。なんだろう、コンタクトレンズが汚れているのかな。外だったのですが、あまりの深いさにケースの洗浄液にコンタクトレンズをつけて汚れを取ろうとしました。洗浄してつけ直しても汚れはそのまま、黒くべったりと左の隅に張り付いていました。宿に帰ってもそのままで、せっかくの郷土料理も温泉も得体の知れない不安を感じ、楽しめませんでした。山奥にいて気軽に病院へ行けなかった。また四輪の免許がなく、友人に運転してもらっているので自己判断で動くことが難しかったという状態でした。ここに救いの手が差し伸べられます。翌朝、ラフティング急流下りの予約をしていたのですが、健康状態を提出するため最後のあがきで目のことを書きました。すると、ラフティングを提供する会社のリーダー格の方が、目が見えなくなり入院した経験のある方で、脳の異常だったそうなのですが、危険だから早く病院に行くようにと言ってくれました。キャンセル料金はいらないからと。そして友人に、あなたが運転して連れて行ってと指示までしてくれたのです。見知らぬ土地で病院の場所もわかりませんでしたが、市街地への出方と良さそうな病院を教えてくれました。ラフティング予約の際に会話しており、先方の都合で急遽日程をずらしてほしいと言われ、私が快諾していたことから気にして優しくしてくれた気がします。眼科へ行き診察を受けられたことが、その後の人生の明暗を分けることになります。私は最悪の中で最善の道を進めたのではないかと思います。実は視界の黒い部分は網膜が剥がれた部分、すべて剥がれると目の前が暗闇になります。そして外科手術しない限りどんどん剥がれ、必ず失明するというものだったのです。しかも振動により網膜は剥がれます。電車や車の振動も良くないのです。また飛行機に乗ると気圧の関係で剥がれてしまうので、絶対厳禁です。果たして私は日本三大秘境から外科手術をするため東京の病院まで無事たどり着けたのか。その話はまた今度。ひとまず今日は、こんな症状が現れたらすぐさま眼科で見てもらう、それだけ心に留めておいていただけると幸いです。